We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune. 去年もこの時期、おかごに植物をつけて、秋色紫陽花でしたね。 YouTube にアップしたと思うんですけれども、今年はおかごはナイロンです。すごいよくできてるのね。だけど綺麗に編んであるので、どれもこう隙間が一緒なので、とっても作りやすくなりました。それと天候不順、暑すぎて秋色紫陽花が秋色になってないので、その上輸入アジサイがすごく高くて、アナベル結構うちの近所のスーパーでも600円ぐらい、高くても1000円ぐらいで売ってて、もうこんなにお顔ぐらいある大きなのね。手に入りやすくなりましたので、今年はアナベルでお顔を可愛く飾りたいと思います。他に使う材料はさっき取ってきた野バラの実ですね。今まだ青い緑色ですけれども、この子はこの緑色で乾かすと、そうですね、黒っぽくなっちゃいます。というかいい色に、グリーンが黒くなった感じですかね。こんな色に変わっていきます。そして産直でユーカリ買ってきました。すごい小さな小葉だったので使いやすいかなと思います。あとポポラスベリンの実を使いたいと思います。これは9月に入って結構レッスンをした時の残り、もったいないので使います。あとビバーナムの実ですね。これはさっきちょっと葉っぱを抜けてしまいました。葉っぱがすごく黒くなるので、先にのけて実だけ使います。あと、クレマチスですね。お花の後。クレマチスシードですね。はい。これも、今このね、ドライの前はこんな感じで、なんか金色のふさふさした髪の毛みたいです。で、これがどんどんドライになっていって、咲き進んでくると、こういう綿のようなものが出てきます。そして、最後には、これは2週間ぐらい前のふわふわっとした白い綿になりました。そしてあとは、これもうドライになっちゃったんですけども、セルシアのお花。ね、これも捨てるのがもったいなかったので、残り物ですけど、今日使いたいと思います。あとそんなものかな。隙間がいっぱい空いたらスモークツリーの煙のところを使いたいと思います。じゃあ始めないと思います。あとはね、ハサミとリボンとあと24番のワイヤーがいります。ワイヤーはそうですね、10本ぐらいあったら足ります。じゃあ作りたいと思います。まずちっちゃな花束を、アナベルをメインになった花束を12個か3個作りたいと思います。よいしょ。じゃあ座って作ります。ワイヤーはまず半分に切っておきますね。はい、で、アナベルをこの中で分けていきます、ね、こうやってバラバラにしていきます。3、なんか小さいに作った方が可愛いので、まあ最初これぐらいありますけど、これをちっちゃくキュッ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 とキュッとして、ちっちゃなアナベルにしたいと思います。
小さめが可愛いんじゃないかと。さ、し、こう、とく、し、し、もうね、これでね、3個分ぐらい使えるかな。2個は確実に作れます。ね、まだ1個、全然ちょっと水につけときたいなと思います。すぐにカラカラになります。この季節まだあったかいので、あの水につけとかないとすぐカラカラになって、カラカラになっても全然できるんですけど、パラパラパラだとこう額の分ですね、花びらが落ちるのでやりにくくなります。だからウェットの方がずっとやりやすいかなと思います。今分けてますね。3、4、5、6、長くなってるけど使いにくいので、こうやって割ってここで一つにするようにしたいと思います。大体12個できます。はい、はい、でさっき取ってきたバラもかけましょうかね。これも切って、2個、いろんな大きさで大丈夫です。長く取れたら一番いいですね。全部にね、10個全部になくてもいいので、ちょっと長めに取って置いていきましょう。なんかたくさんない方は12個のうちの半分でもいいですし、3分の1でも全然大丈夫です。花束の大きさがいろんなものを入れて同じぐらいになればいいっていう感覚です。それでじゃあちょっとこのビバーナムの実入れてみますね。ビバーナムの実は短い人はワイヤリングをしなきゃいけないです。こんな風にこう長くていっぱいある子もですね、ちょっとこうまとめたいの、バラバラじゃなくてちょっとまとめたいので、さっきのワイヤーでこの上のところからワイヤーをかけてこう束ねる、キュ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 と。で短い人はですね、2つぐらいこう取って、すごい短いのでこれもワイヤリングをします。ちょっと上の方は落ちてこないように両方こう引っ掛けて入れてですね、これで一つのものになったよ。くるくると巻いて、で茎を作って、こんな風に出来上がります。こんなキュッとなった感じ、元々の感じですね。これもまあ6個ぐらいあればいいなと思うので、6箇所ぐらいに入れます。うん、さっきの長い人は同じように。ちょっと束ねたら、でも私はあんまりねたくさん見えるのも好きじゃないので、ちょっと清楚な感じにしたいと思います。
くるくるって茎をまとめて一つにして、半分ぐらいあればね、3、4、5、6、一つも作っちゃったから7つ入れようと思います。綺麗ですね、ビワーナム。私もお庭に植えてるんですけれども、すぐカットする癖があって、ちょっと大きくなれたらカットするので、花芽をつかすつく間もないかな、この子が花芽をつく間もなくカットするので、大きくしたくないので、実を見たことがないです。実は花も見たことがない。でもお客様の庭に行くと花も見てますし、実もつくついてるのを見てるので、切りすぎなければちゃんと実を収穫できるんじゃないかなと思います。この子の実がすごい可愛いので、実を使いたいと思うんですけど、葉っぱも使えますね。ちょっと長めにと、これもそんなにたくさんでなくていいので、例えば半分ぐらいで結構ですので、こういうクラウトをするときにやっぱり香りのものがあると自分がね癒されます。だから香りのものを使うのが私は好きです。でもフレッシュの時はもっといい香りしてましたけど、ちょっと長い子は、長いとか短くしかなかった子は結びましょうかね。さっきのワイヤリングをしますね。長い枝の子ができます。これ使いたいですけど、葉っぱ使うんですけど、葉っぱがちょっと大きいなと思ったら少し工作をして控えめな葉っぱにすることができます。こうやって余すとこなく使えたらいいんじゃないかなと思います。で、三菊で買ってきたユーカリも使いたいと思います。これもいいですけど、下の方は取っちゃって上の方だけをゆらゆらっと使えたらと思います。この子は上のところをきれいに取っちゃって、一番上にあったかのごとく使えたらと思っています。でもやっぱりトップのところの子が一番可愛いですね。ここがね、自然でね。はい、全部貼りました。じゃあ次にクレマチスシード、どうしようかな、どれを入れようかな。もじゃこさん、もじゃもじゃを入れようかな。なんか置いてるだけで可愛いです。ちょっとこんな子も入れようかな。可愛いからちょっと、ちょゴージャスですね。もうなんか本当に髪の毛みたい、溶かす感じ。これも全部じゃなくてもいいです。なんかもじゃもじゃしてるこのが可愛いですね。このふさふさしてた。そんな気がしてきました。で、あとはこの綿みたいになった子も可愛いから、日本では切るからなかなかね見ませんけれども、こう山の中とかで行ったら見ますよね。去年イギリスでキースロー空港降りてから走ってたら、向かって走ってたら、電車で走ってたらすごいフェンスにいっぱいついてるのを見ました。ああ、いっぱいあるって思って、高速だったらね、ちょっと
取ることはできなかったんですけど。よいしょ、2つぐらい出てきました。はい、じゃあこれと、あとセルシアね。セルシアは私はあんまりたくさんは入れなくてもいいかなと思ってるので、3個ぐらい、4個ぐらい、そんなイメージですね。ドライでないときは柔らかくてワイヤリングもとてもしやすいんですけど、ドライになると花の額の部分がすごく落ちていきますね。ちょっとパッと見少なそうなところに置いてあげます。ドライでなければもうすごい簡単にできるんですけどね。よいしょ、確かね。じゃあこれ全部束ねていきたいんですけど、大きさが一緒になってたらいいんですけど、ちょっと多い少ないがない方が綺麗にできるので、ちょっと確かめてみましょう。これでこんな感じかな。手をキュッとやったところに入るくらい、これより大きいとやっぱりカゴの大きさとかもあるので気をつけてください。大きければいいっていう問題ではないです。小さくて可愛いのがいいですね。まあ、だいたいいけてるみたいです。じゃあこれをきれいにワイヤリングしていきたいと思います。キュッとなった子を作りたいです。ふわふわじゃなくて大丈夫です。これもギューッと絞りたいですね。で、アナベルも一緒に。キュッと入れて。アナベルがふわふわっとして。ワイヤーを親指で押さえる。押さえて、握ったところより上をくるくると絞ります。これも2回ぐらい絞ったら、あとはワイヤーをここでねじっときます。そしたら、こんな感じ。ここが開いた感じ。なります。で、なんとなく整えてあげた、可愛いのができたかなみたいな感じを見てください。で、これで一つ引っ込めたいものはこれか、この子引っ込めたいですね。これだ、よしよし、この人だ。キュッと引っ込めて、これもすごい可愛いです。はい、ここ親指でワイヤーを押さえて、その上をくるくる巻いたらギュッと巻きますね。そして2つをねじって仕込みさせます。はい、なんかふわふわしてる子はちょっと飛び出しても可愛いかもしれない。こんな感じでついていくことになります。一番なんか楽しい時です、ね、夏も過ぎて今からいよいよ秋でお庭に、ね、出れるのがすごい楽しみです。でもまだまだ本当に苗が出揃ってなくて、先週も一番に行ったらガラガラでいいものがなくて、もう少しだなと思いました。反対に言うと生産者さんも去年おととしだったらあったものがないとかなので、きっと大変なんだろうなって思いました。やっぱりアナベルも
直射日光がガンガン当たらないところに植えると、この時期こういう綺麗な緑になってくれます。つい3日前か、埼玉の3年前に作ったお庭のお手入れに行ったんですけど、木が大きくなってきて、ちょうど直射日光を避けることができたので、直射日光が当たる部分は抹茶色になってましたけど、反対側はこんな綺麗な緑になっていました。そうですね、春だったらね、白い花とかね、緑の葉っぱばっかり入れるところを、ちょっとふわふわな子が入ってると、それだけでちょっといい感じですね。綺麗なところがあるよ。いしょ。なんか今年スウェーデンに行ってたら、なんかアジサイの中の花の中の枝を突っ込むというか出てきて、アジサイがこうベースの中からぴょんぴょん出してる生け方っていうのがすごく流行ってるみたいでした。こういうのもあるんだなと思って見ました。面白い考えやなと思って、まさかそのアジサイの花の中から出てくるようになって、でもまあ自然界で考えたらありえますよね。他のものが出てきたとか、隣のものが横から入ってきたとかっていう風な感じかな。でもアジサイの季節が終わってるから、私はねちょっと真似はできませんけど、ちょっと来年やってみたいなと思います。だから今ちょっと意識してアナベルの中から出したりしてます。だから突っ込んだ感じ。はい、じゃあこれで数できました。12個作りました。ちょっと片付けをして籠に準備をします。思ったより茎が長いものができたので、ちょっとリースワイヤーでつけようかなと思います。なので短い人はさっきの残ったワイヤーがあるので、これでこうやって取り付けていけばいいです。せっかく茎が残ったので、ちょっと茎をだいたい同じ長さにして、リースワイヤーでつける方法でやりますね。そうです、2センチぐらい。だからさっきのワイヤーは茎に巻きつけて処理して、細いしっかりした茎を作ります。はい、できました。はい、では取り付けをしたいと思うんですけど、ここがね歪んでたりするので、ちょっと丸く、ここから見てこのまま丸くちょっと直していきましょう。また後から見ていきますけど、はい、それでリースワイヤーでつけていきたいんですけど、リースの時にはまたがしてできるから、このね先があってもいいんですけど、これが次入らないので、どこかでつなぎながらしたいなと。それで作る時のポイントですけど、ちょうどこのカゴの取っ手の横はすごいつけにくいので、だから真ん中から始めたいと思います。まあ、取っ手を外してくださったらどこからでも大丈夫です。まずワイヤーをおカゴにつけますね。もうこのつけ方も全然自由です。つけばいい取れなければいいと思います。くるくるっと、私はもう上のところに取り付けますけど、もうねじって引っ張っても取れなかったら大丈夫です。はい、それで右利きの場合の付け方になりますけれども、ちょっと分かりやすいように言うとですね、これはもう立ってまたしてくれたらいいんですけども、ちょっと見えるようにするために、一番最初につける子はこれですね。こう置きます。こうじゃないですね。こうじゃないです。下向きのこれも
下向きも違います。この横に沿わして、上も違います。横に沿わして横になるようにつけていきます。じゃあこれ今置きますね、横に置きますね。で上に、下から上にワイヤーをして、でワイヤーをここのどこでも構いませんので、取り付けるところに引っ張ってワイヤーがかかりますね。ギュッとギュッて、私はちょっと下目にしときます、いつも。でも上で、上のこのカーブより上でも見えなくはなりますので、こんな感じで1個目が取り付きます。可愛く取り付き。で、これを、茎が長いので、2回、だから、リースを作るときと一緒ですね。上からかけて、上からかけて下から引っ張りますよね、リースもね。それと同じです。はい、縫ってやる感じ。よいしょ。ギュッと引っ張って。よいしょ。行き過ぎてました。こんな感じ。上から見ると平行についてます。ちょっと斜めぐらいの下の方がいいんですけど、まあちょっと斜め下ぐらいにして、一個がこんな風につきました。はい、じゃあ二つ目つけます。二つ目はまたちょっと違った。同じところに黒い実が来るとか、緑の実が来るとかじゃないようなバランスを考えて、すぐの子を置いていきます、ね。これが同じ子、例えば、これ同じ子かもしれない。同じように子になるではなくて、ちょっと変化がある感じで、つけていきます。ね、こう置いてみたらわかりますね。どの位置が一番。はい、でさっきと同じように下からこれを上に取ってまた引っ張り出して、ここでギューッと引っ張ります。横についてます。でさっきとの同じにもよくして、さっきのこの軸の上にかぶせてるのでもう軸が見えません。結構ここで行った時に可愛くなる位置がある。これだけ気をつけてください。で、あんまり詰めすぎると最後足らなくなるので、今から、1、2、3、4、5、6個つけます。で、向こうは6個置いといたらいいですね。で、目安にここから始めたからちょうど180段とか、ここで終わるような目安でバランスを取りながらくくりつけていきます。ながら、よいしょ、書いて、次24番の、ワイヤーでもリースワイヤーがなかったら大丈夫です。はい、よいしょ。こんな感じ。ですね、とっても可愛い。第1回につき2回ですね。ちょっとずつ1センチぐらい進むんですよ。1センチぐらい進んで通していきます。通して下から出しますよ。グッと、はい、次のところがちょっと難しいですね。4、5、いけるか。黒い子来ようかな。明るい子がいいかな。黒い子がいて、次黒い子です。こうです。はい、じゃあこれでいきます。上からまた出して、下から取ります。ちょっと引くね。うん。あと1個が半分にいかなきゃいけないか。あ、いったいった。大丈夫ね。はい。
上から行って下から取ります。ギュッ引っ張って、うん、いい感じだね。しっかりと結ばないと後からパラパラ落ちてきて辛くなっちゃいます。まあね、落ちたらねグルーで止めたらいいんですけど、ホットボンドで、うん、けどできたらもう安心してこの作業で終わりたいと思います。一個一個取り付けると簡単にできますけど、このリースワイヤーでリースを作る要領でやるとしっかり止まります。はい、で最後の一個の使い方は、前の子の下キュッとはぐってここに入れることになります。この下なので、もうちょっと前に進ませたいなと思って、これをワイヤーちょっと前に進ませておきますので、で進めてできちゃったお祭りが来ました。この下にちょっと入れて、ちょっとはぐっといて、ここから1回目ちょっと止めると、あとは簡単なので、少しだけ止めたら、ちょっと仮に止めときますね。で、ちょっと全体のバランスをしましょうかね。季節ですね。お祭りはもう少し寒いとか涼しいイメージですけどね。こんな感じかな。じゃあ最後の一個を締めたいと思います。よいしょ。しっかり止めて、上から茎が見えないようにしたいと思います。うん。全然いい感じです。じゃあね、これは最後に2回締めて、もう1回、最後、3回目を入れて、どこか、違うとこから中に。違うとこから中に入れますね。もう上と押さずに中に入れて、はい、裏側で隠していきます。編んでいくというか、おしまいしてください。で、ここがわからないようにカモフラージュ、うん、どこが最初でどこが最後だったかわからない、そうですね。うん。はい。で、上からも見てもらって、全体がふわふわとなってるかどうか。うん、かわいい。で、横からも見てもらって。うん。とってもかわいいのができました。おリボンは、ああでもない、こうでもないって悩んだんですけど、全部黒になっちゃうと思って、ちょっとライトな感じになるように白を選びました。これにガーデンスで作ったオリジナルのこういうのがね、ついてるだけでとてもおしゃれに見えるのでつけたいと思います。もうワイヤーでくるくる巻くだけなんですけど、ちょっと座って高さ見ながらつけます。ね、でもやったらいつも可愛いかなって思うんですけど、でもやっぱりちょっと黒を足したいと思うので、おリボンをもう一個かけようかな。どうでしょう。可愛くできました。
こうやって見てもとってもね、上から見ても可愛いですし、横から見てももちろんどの角度から見ても可愛いです。これは私はちょうど先週お友達のお庭からレモンユーカリの葉っぱをいただいたので、それを入れて香りポプリのカゴにしたいと思います。この葉っぱをここから取って、この中に入れとくとお部屋になったいい香りになります。もう今取ってるだけでもいい香り、ね、皆さんにもこの香りをね嗅いでいただけたらなと思います。そう、10月の終わりの頃の金曜日かな、最後の横浜で私の小さな講演会がございます。またテロップでご案内しますけども、そこでハーブのある暮らしというかガーデンズライフのお話をするんですけれども、いっぱい持っていこうと思っています。皆さん参加してくださった方に香りのプレゼントをしたいなと考えておりますので、よろしかったらぜひ聞きに来てください。レモンユーカリを高松からいっぱい送って皆さんにプレゼントでできたらなと思っています。会場を入ったらもうハーブの香りがふわっとなるような、そんな仕組みも考えていますし、その香りのブレンドも頼まれていますので、まあ、今から準備をしてね、皆さんを楽しませたいなと密かに思っています。はい、とってもいい香りです。うん、はい、ね、これ簡単に作れるのでちょっと皆さん作ってみてください。なんか香りのこういうキットができたらいいなっていうふうに見てくださっている方からご要望がございますが、乾燥してしまうと使いにくいものもあるんですね。特にアナベルは生の方が作りやすいです。でもまあ乾燥しても、まあ、作れないことはないので、いつかそういうキットを皆さんのところに、お送りができるように、そんな風にしたいなと考えてはいます。まあ、それも皆さんお楽しみにお待ちください。We can spend the sun